株式会社ファシネイトで、ロジー京都店の高島と言います、よろしくお願いします、本日は明日から、ロジー京都店が移転オープンということでですねちょっとあの前日に、ザ・ビリジアンのデザイナーの岡庭さんに駆けつけていただきまして、ちょっとインタビュー形式でスペシャルインタビューっていうんですかね。はい。ちょっとやらせていただきたいと思って、ちょっと緊張してるんですけど、よろしくお願いいたします。はい、お忙しいところ、ありがとうございます。いえ、はい。久しぶりの京都です。そうですね。楽しいです。ちょっと寒くなってきてしまって、あれなんですけど。いや、全然、はい、ちょうどいいです。ちょうどいいですか。はい。前の会社からで言うと、もしかしたらもう15年ぐらい、そうですね、付き合いさせていただいてると思うんですけど、あの高島くんがいた前の会社で、はい、うちを取り扱ってくれていたお店のリニューアルに、はい、僕来たんですよ、はいはい、それが多分今回の前の京都なので、じゃあ十数年前ですよね。ありがとうございますよろしくお願いします。いやいや、嬉しいです。京都に来られて、はい、ザ・ビリジアンブランドのデザイナーを、はい、されてるというところで、まあ、弊社の系列店でも、ファシネイト、ザール、ロジー京都で取り扱わせていただいてるんですけれども、はい、その、まあ、岡庭さんが、実は、デザイナーをされてるんですけれども、はい、そういうファッションの専門学校とかじゃなくて、まあ、美大の方で勉強されて、はい、そこからこう独学でこう服作りを始めたっていうのが聞いてるんですけども、はい、大体こうどういうきっかけだったのかなと。田舎の方、まあ、長野なんですけど、はい、の学校からいずれにしてもこう東京に出たいわけじゃないですか、はい、若い頃で、まあ、行ける学校がというか行きたいなと思う学校が美術系の大学しかなかったので、はい、まあ、得意なことも美術しかない、はい、なので、まあ、浪人したんですけど、はい、美術の大学に入って、はい、で、まあ、よかった、一段落だねって思った頃にものすごくこう東京でこう新しいファッションに出会って刺激をすごくこうされて、はい、若い時で、はい、でその頃、まあ、もちろん学生なんでアルバイトとかもするじゃないですか、はい、で原宿にあった今はないんですけど、はい、ラフォーレの向かい側の地下にセントラルアパートっていうのがあって、はい、そこにね、あの小さいこうインディペンデントな店舗がうわっていっぱい入ってたんですよ、はい、でその中にその当時のなおしゃれなストリートの子たちが全員集まってる感じ、はい、もう衝撃的な場所があって、はい、その中にあった、まあ、雑貨屋さんみたいなところでアルバイトをしたんです。あ、そうなんですね。で、まあ、そこでこう、まあ、アルバイトをする前にその場所によく遊びに行くようになって、まあ、ものすごい刺激なんで、ファッションに関しても、はい、でそこで初めてそのワールズエンドっていうブランドに出会って、はいてしまうわけなんですね。めちゃくちゃ高いんでお金もないし買えないから、はい、でもどうしても欲しい、まだ今のビビアン・ウェストウッドなんですけど、もともとそのパンクのブランドをずっと始めて、うん、そのセックス・ピストルズという有名なバンドの、はい、衣装とかプロデュースを全部やった方と一緒にブランドを始めて、でそれがもうパンクが終わった後にワールズエンドっていうそのなんだろう、ニューロマンチックの時代のこうファッションを始めて、そのファッションにすごくこう打たれるわけなんですよ、はい、で刺激を受けてでも買えないと、はい、で当時何箇所かにしか東京に置いてなかったので、まあコスコスとその店舗を見に行って、はい、で隠し持っているメジャーで、はい、こう採寸して、はい、店員さんの目を盗んで店舗で、そうそう、採寸してデザインを暗記してって、はい、すぐ喫茶店に行って書いて、はい、でそれを持って帰って自分で作ったんですよ適当な生地を買ってきて、ちょっとこう模倣作品を作ろうか、もう作ってみようか、買えないから、うん、初めてそういうのを作って、で、まあ、知らないから初めて作ったものもよくできてるように感じるわけですよ、はい、何もよくのこと知らないから、そうできた、それを気に入ってまあ、コピー品ですよね、はい、よくできてないコピー品だけど、それを着てその原宿プラザに遊びに行ったら、はい、ある店舗の店員さんに声をかけられて、はい、その服はどうしたんだろう、自分で作りました、すごいいいじゃない、作って置いてくれって言われて、なるほど、そうで自分でそれをもう一着って2、3着作って、はい、その店舗に委託で置いてもらうことになったんですね、はい、それがだから洋服を作る最初のきっかけ、もう学生時代に、学生時代です、はい、すごいですね。で
そこのお店によく行くようになったから、その中にある雑貨屋でアルバイトも始めて、でそこの自分のが売れるのかなみたいな、そう、売れてたかどうかもこうちょこちょこ見たりしながら、まあ、近くの店舗なんでそこで雑貨売って、はい、で月に 7,8 万円のアルバイト代がもらえるわけだから、それをその中にある店舗で欲しい服を持っているところにも最初から全部予約してあって、はい、もらったと同時に払って洋服に変えて持って帰るっていう生活を1年ぐらいしてました。本当にもう言葉合ってるか分からない、服バカにこうどんどん買ったというか、すごいですね。服しか興味なかったです。だから学校は超おろそかでした。美術大学、大学は、うん、あんまり行かなかった。行かずに行かないで、バイトして服作って置いてもらって、で自分では買ってで取り置きしてでその服をまた作るみたいな。本当にだから独学といえば独学で、そうですね、独学ですだっていうことですね、はい、でその流れで大学も卒業されて、はい、就職ってなったんですか。一応ね、大学を卒業する前から洋服をコツコツ作り始めて、はい、その頃は自分で作って縫製も自分でやってたんですけど、ね、なんかこうそういう同じようなブランド何社かで小さいこう合同の展示会とかを始めて、はいはい、でそこで取引先が数件3件ぐらいとかついたんですね、はい、あ、もうついてしまうぐらいというか、そうそうそう、なのでそれを縫ったりとかしてたので、就職とかしてる場合じゃなくてもうスタートしてしまったというか、なんか大学の後半の頃からもよく縫い始めてたのがこうスタートしちゃって、ブランドもなんか適当な名前つけて始めちゃってて、はい、そうなんです、そうなんです。で、その頃キューティーっていう雑誌があって、はい、あのもう今はないんですけど、宝島社。で、はい、その前にキューティーの前に出てたその特番のこうなんだっけな、ディープ東京とかいう雑誌とかで、はい、全然まだ何でもないのに、プロでも何でもない、はい、もちろんね、学生がただ作ってるだけなので取材とかされちゃって、はい、それに、ね、乗ったりとかもしたので、うん、小さくですけどね。で、なんかそのままこう、なんとなく自分で服を作ることが忙しくなってしまって、そう、自分で縫ってたから裁断とかも全部やってたんで、だから就職はしてないんですよ。そうなんですね、就職経験がないんです。その流れで、まあ、今年ミジアンが、おめでたく20周年っていうところにはなるんですけれども、はいね、もう本当に素晴らしいと言いますか、このまあ20年をまあ続けていくというか、まあ、その、うんうん、さっきの大学卒業してなんとなくもう始まってしまってて、うんうん、まあ、ブランドをビリジャンっていう名前で立ち上げていくたわけじゃないんですよ。そこではないですね。最初は違うブランドでちょっとやってやって、はい、そこからまあ立ち上げるっていうところはどういうスタートの仕方ですか。最初だからその学生の頃から始めてた時は、まあ、あの今の会社名であるキャタピラーというブランドを始めて、はい、まあ、自分で縫ってるところからだんだんこうそれを人に頼むようになっていったりとかして、まあ、裁断までは自分でやって縫製は人に頼む、少しずつ変わっていって、その後にちょっとメンズのカジュアルであの別なブランドも何年かやったんですよね、はいはい、でそれはあのちょうど原宿の裏原とかがすごいブームになった頃に、はい、僕もたまたまそこに運よく店舗を持てたから、その裏原のちょっとこうブームに乗って、まあまあそれなりに売り上げとかは伸びたんですよ、はいはい、だけどなんか自分がこうだんだん年を取って30代とかになっていって、はいはい、その頃の流行って本当にストリートがメインで、スニーカーにまあプリントティーみたいなものがもうこう主流のスタイルの中で、なんか自分がしたいスタイルではないなと、はい、その感じが世の中は流行ってるけど、うん、流行ってるけど、でもっと違う感じに変えていきたいなって、それまでやってたメンズのブランドも割とちょっとこうそこまでじゃないけどストリート色もあったし、すごくカジュアルだったし、ちょっと年齢層的にも若い感じにしたので、それをなんかやめてビリジャーに変えようって思うんですね。新規一点じゃないですけど一回区切りをつけるというか。そうです、そうです、そうです。なるほどですね。それがちょうど20年前、はい、すごいですね。カニ屋さんがもう 50になられるんですか。50どこじゃない、もっと年齢とか言った方がいいですか。言わなくていいです50はとっくに超えてます、はい、で見えない、かっこいいダンディーで、いやいやいや、そういう
まあ、一応その、まあ、20年おめでたい20年そうビリジャン大変だったと思うんですけども、この、まあ、20年間こう続けてこられた秘訣といいますか、まあ、いろいろあったと思うんですけども、ビリジアンに限らず、限らずその前からだともう結構30年ぐらいやってるんですよ、はい、実は。なので決してあのおすすめできないかもしれないし、はい、それでいいのか分かんないですけど、はい、めちゃくちゃマイペースに歩いてきました、はい、走らずに長距離を歩いてる感じできたっていう感じなのかな。無理をしないという、うん、無理はしてないですね。なんかいろんなことしましたけど無理だなって思ってやってないし、その時々のやりたいことをやりたいペースでその通りやられてたというか、逆に言うとまだ全然ゴールに達してないというか、ゴールが見えてなくて走ればねもうちょっと早く見えるんだろうけど、はい、歩いてるんで、そうなんですよ、ね、だから多分 それでかなっていう気がします。ずっと進化じゃないですけど、そのでもどうですか、その20年っていう中でお金屋さん自身がやっぱりここは変わってきたなとか、まあ、ここは変わらないなとか、うん、いや結構長いから変わりますよねなんかあのさっき始めたきっかけの話あったじゃないですか、はい、あの頃やっぱりすごいこう、なんでその原宿プラザに最終的にその、うん、居座ったかっていうと、周りにあるその他の、まあその頃って DC 大ブームだったし、はいはい、メンズビリだとか百貨店ブランドといいますか、そういうところが、まあ、ファッションの主流だった中で、そうじゃないなんて言うんだろう、そしてあのインポートのものが今みたいにインターネットもないし、何か海外の情報がなんて言うんだろうな、見つけられる場所が全然なかった、はい、まあ、入ってくる場所も限られてたっていう、そう、うん、ないし、映像とか例えばさっき言ったセックスピストルズのなんかそのライブ映像が見たいとかみんなそういうふうに思うわけです、はい、でもテレビで見れないんですよね。たまにこう特番でやるようなベストティ USA とかでチラッて見れるとか、はいはい、ほぼ見れなくて、で僕はその頃吉祥寺とかにあるすごくインディペンデントなレンタルビデオショップとかをこう探して、はいはい、しかも携帯あのインターネットとかないからもう人づてとかで探して人が撮ってそれをダビングを繰り返して、もうこれが本当にジョン・ライドンなのかわからないぐらいの映像のものをいっぱい借りてきて見たりとか、はい、そういうことでこうなんて言うんだろうな、吸収してたから、なんつーの、まあ、こうファッションに対してもないものがいっぱいあって手に入らないものが、だから作りたいものとかも逆に言うといっぱいあった、こういうのないじゃんこういうのないじゃん、はい、こういうのないじゃんっていうのがすごくあったけど、長くやってるとやっぱりこう時代も進化して、海外の情報とかいろんなブランドの情報とかすぐ手に取るように分かるようになって、みんなもテクニックすごく上手になって、周りのブランドとかもいいブランドがいっぱい出てくるから、だんだんこうそういう欲求みたいなのがなくなっていって、なんていうんだろう、許容が大きくなる、これもいいしあれもいいよなって、はい、うん、前はすごく嫌いだったものもそれにもすごく良さがあるっていうのをなんとなく感じるようになって、はい、でこれを人は丸くなったというのかもしれないけどそういうなんか簡単な言葉ではそう言われるような人間としてもそうなってしまうのかっていう部分があることがちょっと心配では、自分の中では、うん、あるんだけど、でも変わってない部分もいっぱいあって、そんな中でもやっぱり人と同じは嫌だ、あのどっかちょっと違和感がないと嫌だとか、なんかものすごく気になる部分っていうのは変わらずある。確かになんか違和感とか、そういう言葉をなんか展示会でおっしゃってるような、そうですね、はい、なんかこう異素材が組み合わさってるとか、うん、せっかく自分が作っていくんだから普通じゃない方がいいのかなとか、まあ、できるだけ他になくて他にないかっこよさみたいなのがあったらいいのかなとか。そのでもビジアンさん、まあ、岡庭さんって言った方がいいですかね、こう根本的 なんか哲学というか、うん、考え方とかっていうのもあったりしますか、ザ・ビリジャンの作る上での自分のマイルールみたいな。今言った話とすごく近いと思うんだけど、やっぱりなんか他にあるものを作ってもあんまり意味がないし、
できるだけ、まあ、細かい部分でもそのなんか素材感や雰囲気でも他にないもうこれはもうビリジャーにしかないよねっていう雰囲気のものを作りたいと思ってるし、でもちろんそのさっき言った違和感もすごく大事にしてるし、あとは何だろうな、なんかどこかちょっとノスタルジックな雰囲気があってほしいだとか、年齢を感じない服とかもすごく大事だなと思いますね。だからこの服は50代っぽいとか、この服はなんか若い人っぽいとか、そういうことじゃなくて、確かにないような気しますよね、うん、まあ、割とね、あの高島くんのところで取り扱ってるブランド、皆さん、はい、年齢をそんなに感じないと僕は思いますけど、そういうのもすごく大事だと思います。そうです、僕もビリジアンさん、なんか、まあ、本当に十何年買い続けさせていただいてるとは変な話なんですけど、なんか意外とこう、実家に置いてる何年前の服引っ張ってきて、パッと来たら、意外と今いいな、みたいなやつがあったりとか。そういうのすごい嬉しい。なんか、絶対今年を自分も重ねてるはずなんですけど、なんか逆に今にやってるのかな、みたいな感じたりもするので、なんかでも、らしさっていうのは、ビリジアンらしさっていうのは、やっぱり、あって、年齢はなんか確かに本当に感じさせないのかなっていうので、うん、言われたら、そうでありたいな。あと、まあ細部、なんて言うんだろう、便利さとか、はい、そんなデザインの服なのに便利でありたいとか、はい、うん、そういうのもあります、ね。機能的っていうことですね。機能的。うん、最近、シーズンごとにテーマっていうのはあまり明確に、そうですね、なんか持たれなくなったのかなっていう感覚はあるんですけども、ね、うん、昔はなんかブルーピリオドとか、そうそうそう、なんかいろいろ、なんかあの特にパリでインスタレーションとかやってる頃は、はいはい、なんかテーマがあった方がすごくこう分かりやすくて、リラックスした感じで、はい、なんとなくこう洋服を考えて作っていって、まあ、今回はこんな雰囲気になったなっていう風な、はい、途中でこうそういうのを感じていくみたいなやり方の方が多くなったので、テーマを決めないでやってるんですけど、また今後も分かんないですけど、テーマがあって、まあ、持てるかもしれないし、うん、なんて言うんだろうな、これだなって思う時があれば、あの明確に言うか分かんないですけど、裏ではテーマがあってやったりとかしていくと思います。このなんか岡庭さんさっきのあのテーマにもつながるんですけど、まあ美大出身っていうところですね、なんかアートとか、はい、なんていうんですかね、音楽とかカルチャーとか、はい、そういうとこからこう影響を今でも受けられたりとかっていうのは大いに、いや、あります、ありますというか、そのね、僕はあの全然音楽は全く詳しくないんですよ、その頃の、はい、あのニューウェーブぐらいで止まっちゃってた逆にそうだけど、音楽が流れてないのはそれはそれで結構なんかこう気分が乗らなくて、はい、あの嫌なので、だいたい今はそのアマゾンプライムミュージックみたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうのですごくこうフィーリングが合う、今のこの気分に合うなっていうような、なんか音楽を流していることが多いですね。なんか企画の時はそういうモードになるような音楽だったりとか、もうちょっとリラックスしたい時はそういうモードだったりとか、で大体 何か流れてます。あとはまあアートに関しては、はい、あのやっぱり一番いろんなことの影響が多いというか、そうですね、うん、一番ご興味を、そうですね、まあ、ずっと持ち続けられてるというか、まあ、ハートスクールに行ったけど途中から洋服の方が多然興味があって10-0で洋服だったんですけど、でもまあアートを見ることはもちろん好きで、アートもそんなに全然詳しくないですけど、やっぱりこうなんて言うんだろうな、アート作品、はい、まあ、それがあの現代アートであっても、あの絵画であってもオブジェとかみたいなものであっても、考え方なんかこうものをすごくこう変な角度から見て考えて、斜めからものを見るような、はいはい、そういうような、なんかそのアートを作る上においての哲学みたいなのが皆さんそのアーティストの方にあると思うんですけど、はい、そういうのを合ってるかどうか分かんないけど、その作品から感じ取ると、あ、そういう考え方もあるんだなっていう刺激になったりとか、はいはい、もっと単純にその作られている作品のシルエットとか、はい、なんか絵画だったらその暗い部分と明るい部分のこうなんて言うんだろうな、割り振りだったりとか、はい、分量の違いだったりバランスだったりとか、そういうものではってこう思うことってすごく多いですね。ああ、そう、はい、結構あります。結構好きなアーティストさんとか、昔からあの人は好きだなとかあるんですか、まあ、その音楽でも
絵画でもいいんですけど、ね、僕が逆に疎くて分からないと思うんですけど、そうですね、最近あの他界されちゃったけど、あのクリスチャン・ボルタンスキーというフランスのアーティストさんが、はいはい、ちょっと去年かな、あの東京で大きい展覧会もやってましたけど、はい、人とかすごく現代アートとしては好きですね。あとはまあベルリンで活躍されてるあの日本人の女性で塩田千春さんです、はい、その方もすごく有名で、はい、こう赤い糸や黒い糸でバーってこうなんかこう空間を密集させるような、なんかペンでこう八音を書くように糸でこうなんかこう作品を作る人、はい、その人もすごくかっこいいと思いますし、またまあドイツのキーキー・スミスさんっていう女性とか、めちゃくちゃ詳しいですよ、まあ、いや僕は好きな人だけですからねなんかね、まあ、ちょっとパッといっぱい出てこないですけど、うん、まあ、有名なところだとエゴン・シーレとか、はい、あのすごくあのなんて言うんだろう、絵の独特なシルエットとかめちゃくちゃかっこいいです。あれはめちゃくちゃこう洋服に通ずるものがある気がしますね。僕が全くあのアートに対してあれがないです。全然全然でも、いやなんかね、誰の作品のどれとか知らな、知る人は全く僕もないと思うんですよ ね、 そうですよね。だから本当に感覚的にそう携帯とかで見ていいなとか、たまたまそのウェブ上で見つけたけどすごく良かった。あ、そう、何年か前にうちそのあのパトリシア・マーチさんっていう、はいはい、スペインの女性の絵をあの、はい、T シャツとか、はい、シャツとかに使わせてもらったことはありましたけど、シャツを買わせていただきました。あ、ありがとうございますそれも僕がネットで見つけた。あ、そうなんですね、はい、アーティストさんです。で、うちのあのそのセールスというかね、いろいろこうパリとかで一緒に決めてる、はい、あの彼が小山に連絡してくるんで、はい、最近でそのまあちょっと今の話からつながってくるんですけど、はい、そのまあ最近コレクションで結構よくこうコラボレートっていうのが、はい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 、まあワンシーズンにワンブランドずつぐらいは、はい、そうですね、以上ですかね、はい、やられてきてるような流れがあるんですけども、うん、バックラッシュさんは今着てるこれですね。あの本当にね、その都度その都度ケースバイケースで違うんですけど、はい、バックラッシュさんは片山さんと、はい、まあ割とこう お互いの展示会にあの行かせてもらったり来ていただいたりとかするような関係で、時々食事も連れてもらったりとか、連れてもらうっていうのおかしいですけど、一緒に行ったりとかするような、うん、あの関係性の中で、なんかあの片山さんの方からあのお話いただいて嬉しい。今度一緒にやらないとか、うちが前に作ったライダースの形をコラボレーションで片山さんのところのレーザーや片山さんのところを作りた方で作りたいって言われて、でもうぜひ逆オファーというか、そうですね、谷川さんじゃなくてっていうことですね。そうです、そうです、そうです。でもありがたくじゃあ作りしてくださいって言って逆に断れないみたいないやもちろん断れない、断るつもりもないね、絶対いい話、はい、大野さんもそうですよ。大野さんもそうですね。なんかこう展示会とかに行ってる間に、はい、ビッグアウィンクル、はいはい、なんか進行はある。そうですね、やっぱり片山さんも大野さんも同じような感じで時々食事に行かせてもらったりとかしてるんですけど、まあ、展示会とかに行った際になんかよかったら一緒にやらないみたいな話を出してくださって、あとは海外のデザイナーさんの方、まあ、あの今だったらリガスさん、はいはい、これもそうですけどリガスさんとか、あのダニエル・アンドルセンとか、はい、あとレナード・プランクとか、はい、の有名な方は、うん、彼らはそうですね、有名な方彼らはなんかたまたまこう知り合って、はい、まあ、うち の、 あのセールスとか担当してる人間とかと一緒に展示会に遊びに行けるようになって、でお互いに遊びに来てくれたり一体してる中でなんとなくそういう話になってるっていう、なんか友達じゃないですけど、まあ、なんとなく会話の中でこういうのやりたいよねみたいな、はい、本当にそんな感じ、まあ、そういうのが一番頑張ってオファーするとかじゃないですよなんとなくなってそういうのが一番なんか自然でいいような、なんかビジネスチックじゃないっていうのがいい、ね、ずっと歩いてますずっと歩いてやってました歩いて寄ってはそうですね、走ってないです。コラボレーションとかされてる中で最近で一番なんか刺激になったなとか、うおーとか思ったことってあるんですか。やっぱ皆さんそれなりにすごく刺激になるし、まあ、リガーズさんなんてすごくね、あの精力的にうちのモデルを作ってくださって、確かにあのどれもすごくこう、そうですね、好評ですし、好評でよく、はい、販売もいいっていう、はい、出てすごく嬉しいですし、まあ、あと片山さんとか
大野さんとかはね、やっぱり僕が一人でやってても思いつかないような、やっぱり一緒にやらないとできないような、なんかのアイディアとか、ディテールとか、まあ、素材感とかもそうだし、なんかそれをやることで、まあ、これお互いだと思うんですけど、次のステップになるような気もしますよね。まあ、例えば大野さんのとこだったら、多分パンツとブルゾン、コートみたいなやったと思うんですけど、なんかアウターとパンツやろうよみたいな話してる中で行って、で、じゃあどういう形がいいみたいな。で、うちにあるこの形を、これを元にこうしましょうか。はい、それで、まあ、そういう、まあ、ブランドのコラボっていうところも、まあ、あるんですけども、まあ、最近だと、こう、デュエラムっていう、はいはいはい。まあ、ビジャンとまた別ブランドっていうカテゴリーで、はい、まあ、もともとあの、ダンサーの方で、そうですね。始まったとは思うんですけども、はい、その辺の、こう、立ち上げた、こう、なんていうんですかね、経緯とか、うんうん、まあ、その作る際のなんか違いとか、そういうのをビリジアンとの違いみたいな。そうですね。あのビリジアンとデュエラムってやっぱりこう自分の中では結構違うというか、うん、例えばビリジアンはもうちょっとこう黒っぽいもの、まあ、黒っぽいもの基調はどっちもそうですけど、はい、で なんて言うんだろうね、ちょっとこう安ュイな雰囲気で、でもテックっぽさがあって少しわびさびとかもあって、はいはい、でクールなアバンギャルドみたいなイメージ。ビリジャンこうちゃんと合ってるかな、はい、なんかそんなイメージ。わかります。でデュエラムっていうのはその今ちょっと話してた通り、はい、そのベルリンでコンテンポラリーのダンスのこうカンパニーでダンサーとしてすごい活躍されている方があのオファーくださって、まあ、もともとうちの洋服も取りで買ってくださったりとかして知ってたんですけど、東京に公園で見られた時にあの一緒に食事をする中 でその彼がその所属するカンパニーとは別にあのインディペンデントで自分小さい公演を企画していると、はい、で3人でバイオリニストの女性とあともう一人のスペイン人じゃないかなのダンサーともそのフォアっていう本人と3人でやる小さいその公演なんだけど、その時のための洋服を作ってほしいって言われて、衣装ですね衣装です。特に彼はこういうデザインでこういうものでっていうことは言わずに、なんかこうシャツとジャケットでいいと、下はなんかこの下着みたいなまま踊るから上だけでいいんだと、はい、で、まあ、そこで分かりました、あのぜひやらせてくださいって話になって、まあ、別れて、その後メールだったりやり取りしたんですけど、でそこにその彼がイメージするあのキーワードというか、ちょっとその宗教的な側面、うん、殉教者とかそういう人たちのスタイルだったり、はい、あの拘束服ってあのこうどれじゃない、犯罪者とかが手が長くて後ろでこう動けないように結ばれちゃってるような、はい、ああいう服やそういうもののイメージだったり、まあ、あとこう対立するこう何かだったり、いろんなそういうちょっとしたワードが書かれて、はい、キーワードみたいなものが書かれて、そういうもののちょっとしたなんか参考写真みたいなポツポツって載ったようなメールと、あとその講演をするために練習をしている途中の段階の風景の映像を送ってくれたんですね、ムービーを。でそれを踏まえた上でそれを見ながらその映像をずっと見てて、何回も何回も繰り返して見てる時に僕が感じたそのなんかこう二面性、人の中にある二面性のこう戦いみたいなものを感じたので、それを洋服にしてなんかこうプロトタイプを作って送ったらめちゃくちゃ気に入ってくれて、それが要は右と左が違くて、その手で。その2つを無理やり手でつなぎ合わせて1つの新しい個性にするんだよっていうようなコンセプトだったんですよ。なるほど。でそれがだからデュエラムの始まりで、うん、そのファンっていうダンサーの彼の考えてることとか彼の中にあるそのなんかこう解釈を僕がもらって共有して、彼が出してくるなんかいくつかのワードとかそういうものをこうなんて言うんだろうな、そのフィルターを通して僕が考えてます。作る方向性根本がちょっと違 う、うん、ちょっと違います。もちろん自分の中にある好きなものから引っ張り出してくるわけだから、はい、全く違うわけじゃないけど、言葉にすると難しいですけど、なんかこう、うん、それをこう感じながら
こうって自分に問いただすと、なんかこう、あ、こういう感じがいいのかな、みたいなのがなんとなく見えてきて、で、まあでも結果的にはできたものがかっこよければ OK なわけで、で、そこにはテック感とか、わびさびとか全く考えていないです。そうですよね。うん。ベラムを、だからまあ、やり始めて、どうですか、うん、やる前と、やり始めてからのこう、うんうん、ビリジアンを制作するのに何か影響とか考え方が変わったとかっていうのはあるんですか？全くもう別物って感じ。うん、あの別物は別物だけど、うん、作る時期は一緒だから企画はほぼ同時にこうしてるわけじゃないですか。で、なんかこうバーって思いついてきた中で、あ、こっちはもうビリジアンの方に向いてるとか、はい、こっちはちょっとこのままなんかもう少し変えてデュラムにした方がいいかなって思うことありますけど、ただその、もともとビリジアンしかなかった時には、その今デュエラムでやってるような素材感や、そういうこう、コンビネーションのものとかもビリジアンの方に入れてたんですね。ちょこちょこは。だけど、デュエラムができたことで、そういうものをデュエラムの方に持ってきて、ビリジアンをよりもうちょっとこう、わかりやすくできるかな。ビリジアンをもうちょっとこういうスタイルです。はい、そのDRAM要素があることで、あ、結構幅広くなっちゃってたものが、DRAM要素を、ちょっと DRAM の方に省いてたような。そうそうそう。だからもうちょっと、今その、そういうふうに変わっている段階の途中ですけど、はい、これから徐々にそういうふうになりやすくなるかなと。また今からっていうか。そうそうそう、そうですよ、ね。そうかなと思います。DRAM やっていくことで、ビリジアンがなんかちょっと、自分の中では整理、うん、整理じゃないですけど。まあまあ、でも、うん、簡単に言うとそういうことかもしれない。もっとビリジアンのことを考えやすくなってきてる。やることが明確になったような、うん、らしさとかを決めやすくなってきてるかもしれない。今までずっと結構20年やってる中で、まあ、好きなコレクションっていうのはいくつかあるし、もちろん、まあ、どれも別に全部嫌いなわけじゃないですけど、はい、ある中で、2019の AW とかは、はい、結構今ね、ビリジアンとデュエラムがこう混ざってる感じがします。ちょうど2年前。そうですね。あの、レディースをちょっとやってたとき、はい、あの、確かにそうですね。じゃあ、ストライプのジャケットにワイドパンツとかもある。久しぶりのレディースというか。そうそうそう、一瞬、まあ、2シーズンだけちょっとやったんですけど、はい、で、デュエラムを始めたからやめちゃったっていうのもあるんですけど、あの時とかは、僕はあのコレクション結構好きなんですけど、自分としては。はいはい、すごくテックと、テックっぽい感じと、テック素材多かった。多かったですね、うん。あの時は何ですか、シェラーとか、はい、うん、も使って、いろいろやりながら、なおかつこうウールのストライプとかの、ちょっとデュエラム的で、ランダムストライプが結構すごい。そうです、そうです、そうです。よく覚えてますね。さすが。ありがとうございます。ありがとうございます。あの時のコレクション僕好きなんですけど、はい、あの時一番こうビリジアンとデュエラムが一緒になってる雰囲気かもしれない。そう言われると、うん、そうかもしれないですね。今まあ、コレクションがまあ秋冬で、まあ一応デリバリーがもう全部終わりまして、はい、まあ次まあ22年のまあ、うん、ちょっと話早いかもしれないですけど、はい、まあ、スプリング&サマーがまた始まっていくっていうところなんですけど、ちょっとそういう先のお話もちょっとお伺いできたらっていうところなんですけども、はい、今まあこうそういう、まあ、春、まあ、今後でもいいんですけど、うんうん、こう気になってる、まあ、何でしょうね、素材であったりとか、なんでしょうね、やっていきたいこととか、なんかそういうやってみたいことでもいいですし、まあ、でもあの今回の AW、 今高島君ね、履いてくれてるこの 3D エア素材を、はい、あのめんどくさいんですよ、これ。製品で染めて、製品ではないやつ。打ちましょうか。生地で。うん。あれ、いいですね。わかります。全部これ、4素材使ってるんですけど、はい、表地だけで。その一つ一つの素材を、2、3メーターにカットしたものを、別々に染めて、で、中には円縮とかは、そういう加工もかけるものを作って、で、それを裁断して組み合わせてるんですね。だから、ものすごく大変な作業だったんだけど、ね、なんか、こういう、結構前からうちテクニカル系のアイテムって作ってるんですけど、はいはい、なんとなく最近そういうイメージが割とこうついてるのかなって気がしていて、うん、でもなんかやっぱりそういうテクニカル系のブランドって多くなってきたし、はい、素材感も似ているから、なんかそこを一工夫してもうちょっとこうなんて言うんだろうな、少し前に戻ってわびさび感とか、そういうちょっとこう
ノスタルジックな雰囲気とかがあるようななんかテクニカルウェアとか、はい、みたいなものをなんか作りたいなって。次のコレクションとかはそうですね、若干そういう、そう、まあ、そういうののテストの段階かなみたいな、はい、コールドダイじゃないですけど、そうですね、村染めみたいなのが比較的、うん、まあ、次の春の話ですよね、うん、こう出てきてたかなっていうのもあるんですけども、今後のまあ、はい、ビリジアンと言いますか、まあ来シーズンでもいいですし、うんうん、まあ、岡庭さんがこうなんか興味があったり、やビリジアンでやっていきたいなっていうような展望って言いますか、はい、なんかそういうところ、ちょっと大きい話にはなってるんですけど、コレクションって毎回毎回ね、まあ、今だと年に2回ずつこう皆さんやられてるんですけど、はい、僕の場合は出来上がって、今パリに行かなくなっちゃったので、うん、ちょっとスタイル変わりましたけど、パリにサンプルを持ってって、はい、パリの展示会場にバーって並べて、でどういうふうに並べたらいいかを考えながら、スタッフとね、いろいろやりながらザーって並べて見たときに、一番次どうしようっていうのを思うんですよ。もうその次です。そうそうそう。だから それを見ることによって、なんか反省も同時に見えるわけですよ。はい、こういうふうに作ったけど、もっとこういうのが良かったとか、これとこれとこれがあるけど、こういうものがあった方が良かったとか、それを、なんて言うんだろうね、サンプルが全部上がってきて、綺麗に並べるのって、その時で、事務所の中で撮影はするけど、その時ってもっとぐちゃってした状態で見てるから、はい、あと撮影しなきゃいけないとか、いろんなことがあって、冷静に見れなかったりするんですけど。意外とそうなんですね。そう、あれを見た時に一番なんかね、いろいろなんかこう、よしと思うこともあれば落ち込むこともあってちょっと一つの答え合わせが、そこのパリの会場で岡庭さんにはあったという、テストの回答が戻ってきた感じかもしれないですねあーって思うんですよ。でその時に一番次どうしようって思うんで、じゃあ次はあれ作らなきゃ、ああいうのが作りたいなとか、そうそうそう、やんなきゃいけないな、これはやっちゃいけないなとか、そういうことの繰り返しなんですよね、次の展望って。だから今回よりよく、今回よりよくっていうのがまず一つの、まあ、まあそれはそうです、うん、やっていきたいことなんで、こういう加工がしたいとか、こういうものを作りたいみたいなのはその都度その都度出てきますけど、今パッて思い出してこう言えるようなことは特にはなくて、でもなんかいずれまたインスタレーションとかそういうことはしてみたいです、うん、あパリっていうかコロナでこういう感じになったっていうのも、ね、コロナっていうのはどうですか、ご自身の中でこうやっぱり作る上で何か考え方が変わったり、洋服への落とし込み方が変わったとか、少しやっぱりちょっとこうリラックスウェアみたいな割合が増えてるかもしれないですよね、うんうん、あんまり頑張ってこうおしゃれして行くところがないみたいな状況になっちゃってたから、あとお客さんがお店にねなかなか来てくれないことがずっと続いていて、うん、で EC とかで見てもらったりしなきゃいけなかったりしたので、うん、もしかしたらそういうちょっとこういい言い方じゃないけど守ってる商品みたいなのも少し増やしたのかもしれないですね。意識しないけど、うんうん、なんとなくというか、ただまあその彼には行けなくなったんですけど、その中国の方が割とこうすぐに回復してきて ね、元気になったんで、今はまあ、うちだけじゃないですけど、いくつかのブランドが中国で新しいそのショールームに参加してるじゃないですか、はいはい、でそこで割とこう見てくださる人たちに買っていただけたりとかするので、パリも来年、そうですね、来年ですかね、うん、来年の6月いけるかなって、あれがあるとね、なんかこうペースもうまくいくんですけど、あれがなくなると少しダラッとしちゃって、なんか区切りが、うん、そうなんです、ケツがないみたいな、そうなんですよね、それも良くないなって。確かにもともとねだらしない人間だから、そういうのがないとはそういうのが聞きたいっていう声があるかもしれない。あ、なるほどなるほど最後にちょっとじゃあ岡庭さんから一言と言いますか、はい、あんまりこういう機会もあんまり露出されないイメージがあるので、はい、もし何かあれば。そうですね、こうコロナ禍の中でなかなかね、実際に洋服を見に来て着用するっていうことが難しかったと思うんですけど、そろそろ大丈夫な感じになってきましたよね、はい、ぜひ洋服新しいお店に来ていただいて、実際に触れて着てみて
で感じて買っていただけると嬉しいなって思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。